今回は箱根の金時山にわずか45分で登れる最短ルートを紹介します。はい、今日は南足柄市の金時見晴らしパーキングに来ています。はい、ここから45分ですね。積雪がありまして、登山道は、かなり雪とですね、あと氷がありますが、特にチェーン安全はなくても登っていけそうですね。歩き始めて5分ぐらいですけど、ここでですね、明神ヶ岳方面と分岐をします。矢倉沢峠、ウグイス茶屋がありまして、ここの左方もここに行くということになります。はい、ここから本格的な登りに入ってきます。9時ぐらいなんですけど、路面はですね、結構ぬかるんでおりまして、日が当たっているところはね、雪とか霜は溶けてしまってびしょびしょになってきているというような状況ですね。木の階段をしばらく登っていく形になると思います。山頂方面が見えてます。ここで金時神社方面登山道と合流します。抜かるんでいますけど、階段があるので滑りにくいようなことですね。これありがたいです。晴天ですので、富士山が見えるんじゃないかなというふうに期待して山頂まで登っていきたいと思います。山頂直下は雪が溶けてないですね。ただ滑ることはなさそうです。ハイカーの皆さんへ、気をつけて登ってくださいということが書いてあります。初心者向けの山とも言われてますけど、山頂直下かなり急登になってまして、脚力ない人はこの辺はちょっときついかなというふうに思いますね。標高1112メートル登頂しました。今日は非常に素晴らしい天気です。はい、前方に大涌谷噴煙が上がっているところです。
それと明神ヶ岳、明星ヶ岳方面の縦走路が見えてますね。金都市見晴らしパーキングに戻ってきました。富士山が雪がかなり積もっていて、雲が山頂までちょっとかかってたんですけど、全体がよく見えまして素晴らしい眺望でした。積雪があって溶けていたのでかなり滑りやすかったですね。チェーンアイゼンは必要なかったですけど、場合によっては装着しないと滑って危ないのかなというふうに思いました。行って帰ってきて1時間半ぐらいでしたので、手軽に登れるコースなんじゃないかなと思います。ただ駐車場が非常に混みますので、あまり遅い時間に来ると止められない可能性があるのかなというふうに思います。明神ヶ岳とか明星ヶ岳の方に縦走して戻ってくるということも、ここからできないこともありませんので、車でここまでアクセスできるというのは非常に大きいのかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。